エンジョイパチンコライフ。ニューパレス、ニューパレス、よし、今日は勝つぞ、今日は勝っちゃいますよ。はい、というわけで皆様元気してますでしょうか。毎度おなじみポンアット渚でございます。はい、というわけでスロットの時間、今日も頑張っていきますね。もう毎度おなじみ埼玉県戸田市にございますニューパレスさんへ今日もやってまいりました。はい、今日はね、天候にも恵まれまして、今日は何かね違うことが起きる気がします。はい、というわけで、はい、今日ね朝勝つためにカツ丼食べてお腹壊しちゃったんですけれども、はい、それはまあ嘘でございます。というわけで早速実践基礎探しに行ってきます。ニューパレス、ニューパレス、ニューパレス。これ意外にしんどいっす、マジで。はい、というわけで早速実践台探しに行ってみましょう、ね、もういい、もういいっすよね。さあ、あ、意外に疲れる、ね、今日天気良くて、今日4月23日なんですよ。めちゃめちゃ暑くて、この、ね、パーカーもね、もう脱ぎたいです。ただ脱いだら僕のキャラが崩壊するんで、いきます。さあ、もうバラエティコーナー、前回後半で話した、はい、あ、開いてますね、先行で2、早速開いてます。さあ、もう大当たり50回、248回転で、この先行で2って僕の中で結構甘いっていう印象あるんですよ。300ゲーム超えてればもう結構いっちゃっていいよっていう台なんですけど、まあ悪くないじゃないですか、248ゲームさあ、とりあえず一周してまだ空いてたらって感じですね。あとは、あ、麻雀ファイトクラブ、こちらの田村凛香さんパネル、ね、ちょっと田村ゆかりさんとちょっと名前が被っているという田村凛香さん、いやー、まあ燃えないんですけど、まあいいですね。大当たり12回、460ゲーム、これもまたちょっとそそられる、ね、まあ1回は当たるかなっていうゲーム数ではあるというところですね。ありだな、ありだな。で、あ、ニューパレスは先行で2台あるんですけど、もう1台は今大当たり中という形ですね。で、あとね、僕が候補にしてた化け物語なんですけれども、これはね、まあ、前回打とうっていう話でやっぱ会議してたと思うんですけど、いや、すいません、嘘です、すいません。いや、でも打ちたいな、ね、まあ、前回苦い思い出をしたアラジンコーナーもありますけれども、ハーデス、黄門茶碗ですね。でなんかね、修羅の時が入ってるんだよね、寝台で。ただ修羅の時はもう寝台でもうがっちりお客様が打たれています。そして角台にベルセルクありました、こちらも空いてると。そうかそうか、あ、いつも候補台が空いてないっていう状況なんですけど、今日は全部空いてるっていう、どうしましょう。ベルセルクはやめとこ、なんとなく、うん、ベルセルクやめとこ。で、じゃあどうするか、先行で通過バージョンファイトクラブなんですけど、先行で2にします。え、なんでかって、それはお前 2D と 3D の違いだよ。ニューパレス、ニューパレス、ニューパレス、ニューパレス。はい、というわけで戦国コレクション2実践していきます。勝つぞ今日は。いやー、いいね。さあ、戦後コレクション2なんですけど、僕ね、まあ、打ったことはあるんですけど、あんまりいい思いはしたことはない、うん、だけど戦後コレクションっていうツール、あのコンテンツはすごい好きだった、うん、まあ、ソーシャルゲームでめっちゃ課金したし、超課金してこの信長はゲットできなかったですけど、家康は持ってたんだよね。でね、結構語りたいことがあるんですよ。あ、ちょっとこれ違うね、あのキャラが変えられるんだよね。まずね、まあ、声優さん変えられるんですけど、そうだな、家康かな、家康さん
花沢香菜さん声が裏返っちゃう。花沢さん、化け物語でいうと戦国なでことかね。まあここかな、まずは。一応300コレを超えてれば、まあ、結構な期待値はあると言われている。まあ、そんな気はあんま個人的にはしないんですけど。まあ、割とこう遊びやすい台ではあるのかな。まあ、スイカとかジャクチェリーからの、なんだっけ、これをこう増やしていくやつ、名前ちょっと今ど忘れしちゃったけれども、それで設定差があったりとか、あとはね、あのステージチェンジが30ゲームでステージチェンジするとモード B 以上とかで、モード B だと640で当たるとかっていうのがあるんで、あ、割とそういうところを見ながらやるのも、まあ、通常時も結構楽しいっていう感じがする。まあレア役からのその突入率とかも、まあやっぱ数パーセントなんで、まあそんなにそこを重要視しちゃうと痛い目見てしまうという感じなんで、まあ、単純に早く当たればいい、250分の1ぐらいを初当たり切れば、まあ、いい台っていう、まあ、それぐらいでいいと思う。あとはそのモード示唆とかっていうのをちゃんと見ておけばいいかな。でね、この1000コレ2の一番面白いところって皆さんどこだと思います？フリーズ？上乗せとくか？違います、こいつっすよ、先行で2の一番いいところ、面白いところ、楽しむポイントはこいつです。じゃあそれなぜか、こいつの声が金田智子っていう声優さんなんですよ。で、その金田智子さんっていろいろな伝説があって、本当はアナウンサー志望だったんですよ、最初。アナウンサー志望で試験受けたら、いや君はアナウンサーには絶対なれないと、ただ君の合ってる道っていうのは他にあるよってことで声優だったんですね。で、まあ青鬼プロダクションに入ってたけど、もう今は青鬼辞めてっていう感じで、もう結婚もしてるし、シュラモードね。まあ、300からのゲーム数のゾーンって全世代共通で約 10% なんで、まあ、10% くらいで当たるかなっていうところで、一応今1人いる状態なんですよ、最初から。なのでちょっと期待。いや、月が綺麗ですね。はい、負けました。でもこの台、でももう大当たり50回ついてんだよね、よく考えたら。そんなに当たるかこの台。まあもちろんね、まあ、テーブルのセット数での継続率とかあるんで、でも最大8セットで世界制覇でしょ。それ考えてもさ、50回ってすごいよね。さあ、投資がもう早くも500枚目。今日もなのか。1回当てよう、絶対。いや。おお。おお、当たった。これプレミア760、これ
当たりました。投資が650枚。もうこの世界線ハラッシュというタイトルがもう上乗せとくかっていう気がするの。やっぱこのキャラがまあ女の子とかだとチャンス。あとはこのステージですね。これでバトル108枚。いやー弱いね。120枚で1回目の当たり終了と。これはあの背景でいろいろ示唆があるんですけど、まあ、これは何もないですね。はい、結構ね1回目2回目って、まあ、割と続くんだけどね。まあ、これが要は負けるパターンってやつです、うん、ただこの128ゲームで当たる確率が結構高いんですよ。なのでまあ128これまでは回します。そうですね、もうこれはそういうことなのかな。はい、130これ、ね、まあ、天国はないといったところで投資がね今750枚。本当は追いたいんだけれどもちょっと大怪我する可能性大なので大移動します。はい、というわけでね、さあよいしょ、はい、やってきました2代目、同じく KP さんの戦後コレクション2じゃねえよ、はい、KP さんのマージャンファイトクラブ、まあこれなら当たるでしょう。もうちょっと、まあ普段打つような僕はねあんまり打つタイプの台ではないんですけど、まあ、今日はまあ、勝つということで、まあ、こっちの方がまだいける気はする。プロの麻雀をお見せします。追加、お黄色になった。あ、結構これはあれですよね、リプレイを引いてテンパイかけてレア役でこう当たりを引くという感じで、この背景がまあ黄色とかだと黄色、あ、まあ、青、黄色、緑、赤、まあ、赤とかだとチャンス。このマージャンファイトクラブ僕実際にやってて、マージャンファイトクラブ4ぐらいの時に一番やってたんですけど、まあ僕はゲームタイプでした。ゲームタイプで、なんだろうな、データがさ、あの期間大きすぎて消えちゃってそれからちょっとね、あのやらなくなったんだけど、まあ、玄武で、まあ、交流の何レベルぐらいだったかな、まあ、10レベルとかそんなもんでしたね。プロの皆さんはプロの電気をくぐり抜けたいですね。先輩満点も出しちゃっていいの？
お、最低チャンス。お、お、当たった。最低ラオユエ、こっちだったな今日は。最低ラオユエといえば、さっきで言うと衣タンだよ。いやいいね。いや、やった、ハイテラオユエ、ハネマン60ゲーム。親だとゲーム数が確か高いんですよね。ガスさんありがとうございます。さあ522ゲーム、よしよしよし、早い。ラスト、146枚、本日最大の獲得枚数です。よし、この台では46枚プラスです。お、あなたは元気です。これ今終了待機中なんで、リプレイが引きやすい。ああ、今のドヤ顔何だったんだろうな。はい、これで、ね、通常状態に戻りました。いや、いつもと違うとチャンスですよ。ああ、やっぱいつも満天棒じゃないですもんね。ああ、チャンス目ダメかね。これが背景です。いやー、まあ、もったいない。最後の1枚はお、お、さあこれで投資が1000枚。やっぱりこうなったか。おお、当たった。リプレイですよ。そうなの、熱いの、びっくりした。投資1000枚152ゲーム、まあ、たまたまだな。お、ハネマン60ゲームか。よし、よし、ようやく引けないですね。ラスト、はい、60ゲーム102枚。いや、難しい。あー、終わりました。レアイクは引けないと、まあ何も起きないと。ラスト、アイノリさん負けました。おい、これあれか、サービスのやつだな。イエーイ。ダメなんですね。お、お、強チェリー。お、お、俺のターン、ドローじゃないか。よし、40ゲーム。まあ強チェリーで当たってたのか。まあ当たりです、40ゲーム。うん、嬉しいです。燃えないっす、すいません。
40ゲーム高宮麻里さん、はい、3回目の渡り、なんか最高取りこぼしかな、これ40ゲーム93枚、おファイトクラブチャンス、なんだこれは、なんかどれも微妙な気がするんだが、まあどれかは来る、お特訓、これあの色を上げていくやつだよね、よしよしよし、いいよ、うわあ、もったいない、終わるよ、あーあーあーほほーおお、あ、こういうのもあるのね、せーの、ジャンプ、ウインク、ほら、ナイスウインク、ウインク上手だな、ジャンプ、これでマンガン、マンガンってあんまりやれなかったってことだな、わあまたか、ほんほん、イエーイイエーイ、あ、こんなに行くんですか、やだ、水玉いいっすね、水玉いいっす、ほん、いや悪い気しないよ、悪い気しないよ、うん、悪い気しないです、ただこのモードが通常どれぐらいまで行くのかが、いや水玉いいな、いや別に興味ないですけど、別に興味ないですよ、はい、飲まれました、もうちょっとやりますか、ね、しょうがないな本当に、もういやこれチャンスだからやめれないよ本当に、もうしょうがないな本当に、いやもう全然興味ないっす、本当にこの人は別に全然、勝負だ、ああバカンスチャンスじゃないのか今回は、なんだ、いや別に興味ねえけど、なんだ、お天空ってのがあるぞ、これはいいや別に、これはいいや、もったいない、テンパイすらも、いや水素欲しいですね、うわー空気読まねえよプロ、なんだよもう、もうちょっとやりますか、ああ、まあ別にバカンスチャンス来ても
別にバカンチャンス来てもどうせ漫画とかなんか別に来なくたっていいんだけど、別に全然期待してなかったけどね、本当に全然これっぽっちもちっと全く期待してなかったけどね、本当に。さあもうね、気づいたらやばいことになってます。投資がねやばいっす。1350。いやーもうやばさあもうね1500万を使ってます。前代未聞じゃないか。でも1500万なんてもう普通ですよ。そんぐらい使うんすよ。おーあるぞ。おー当たった。なんだよこれ。え、こんなのもあるんですか。麻雀で勝ちたかった。本日4回目の麻雀クラブラッシュ50ゲーム109枚。ラスト。あ、よかった。よかった。ちょっとね、外れ引きまで。お。なんすか。はい、というわけで、初当たり今日4回マジファイトクラブで引いて1曲目が終わりました。まあもう都会だけど も、もう全然興味ないんで、もう今日の実戦はこれにて終了します。気持ちよくバカンス、バカンス気持ちよく負けた。はい、実戦が終了しました。お疲れ様でした。まあいつも通りです。はい、ご覧になった方ね、まあ、見せ場もねえし、まあダメだったね今日はね。乾杯でした。ただまあなんか。まあ、なんかね、いやらしい気持ちで打っちゃったからいけなかったかなっていう。ただですね、まあ、今日戦国コレクション2、そして麻雀ファイトクラブ打って、あれですね、麻雀ファイトクラブ面白いですね。それをすごい思って、ちょっと今日なんか自分の中でね、こういろんな発見がねできた回ではあった。ただですね、まあ、毎回そうなんですけど、なんですかね、毎回僕だけ目標というかテーマ、達成できずっていう感じで、なんだろうな。ただでもですよ、今日もし僕がじゃあすごいバーッとメダル出して勝ちましたと、どうですか、それつまんなくないですか。逆にっすよ。強がってないっす、強がってないっす。もうそういうイメージでなってきてるんで、まあ、あ、まただねと、皆さんね、今回も安心して、本は負けましたよ、安心して見ていただけるんじゃないでしょうか、今回も。はい、まあね、今日は、そうですね、この後カップラーメンを買って、帰りたいと思います。本日も一日お疲れ様でした。
サッカーにっていうらしい。ちゃんとしたメーカーらしい、この靴。PTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 PTube ダウンロードしてね。えいえい。